雲工業さん。おはようございます。つくも工業、3階のサッシ周りの成形、2階の外壁補修、天板のモルタル加工、人員1プラス2、安全注意事項は足場及び、安全帯使用。早稲田塗装さん。よし、早稲田塗装し。本日の作業内容、シート1階及び2階階段、懸念錆止め。人員4名、注意事項、手元足元注意。更新建設さん。おはようございます。更新建設、ビート足場荷揚げステージ取り付け、人員3プラス1、安全対象です。大林工業さん。おはようございます。おはようございます。大林工業、本日の業務内容、ビート及びシートの配管雑工事積み出し、人員2プラス1、頭上注意。あ、引き続き磯部さん、安全コールお願いできますか。あ、はい。それでは皆さん、今日も一日頑張ろう。びっくりした。おう。じいちゃん死んだぞ。うん。もしもし。はいはいはい。ああ。すいません。館内での携帯電話の使用はご遠慮していただきたいんですけど。ああ、そうですか。すいません。おせっこ、せっこ。お父さん、外で電話かけてきますから。あと頼むね。そういえば、死んだ人って初めて見るかも。じいちゃんは10月から入院していて、11月から入院していて、私とお父さんが初めて見舞いに行った時にはもう意識はなくて、じいちゃんとは多分記憶にある限りでも10回くらいしか会ったことはなくて、だからなんか死んだとかよくわかんなくて。はい。はいはい。お母さん、本当に来たんだ。まあね。久しぶりだな。あれ、痩せたんじゃない？うん、太った。あ、そう。
やさ、一応お線香ぐらいあげなきゃねっていうか連絡をしたいね。え、じゃあ上がる？うん。あの人いるの？でも寝てる。あ、そう。まあ、いいか。じゃあお邪魔します。咲子もあれだね、苦労してるねっていうか、私たちがちゃんとしてないからあれなんだけど、あれじいちゃんのあれどこ？ああ、そこそこ。ああ、あった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 。へえ。でも本当に起こしとかなくていいの？いいよ別に。でもあれでしょ、ずっと会ってないでしょ。っていうか本当は一回も会ってない。どれくらいなの？8年かな。どうも勝手にお邪魔して。なんで？老けたなぁ。決まった？呼んでいい？すいません！ちょっと、これをすれば来るでしょ。あ、そうか。でもさ、なんか3人でこうやって集まるのって不思議だよね。ああ、あれだ、咲子は随分しっかり家事とかやってるみたいで。まあ、よくやってるよ、うん、ねえ、あんたなんか何もやんなそうだもんね。こっちは働いてるわけだし。いや、それ言ったら咲子だって学校あるのに家事やってるわけだしね。学校と仕事は違うんじゃないかな。お待たせいたしました。ご注文伺います。漁師海鮮丼で。はい、漁師海鮮丼セットですね。仕事も学校も一緒でしょう。あんたが甘えてるだけでしょう。全然違うでしょう、それは。セットはうどんかおそばが選べますが。そばで。はい、そばで。こっちはもう力仕事でヘロヘロなんだからさ。私は漬けマグロの鉄火丼お願いします。大体、そっちはさ、もう別の家庭持ってるわけだし。もうやめてってば。今さらとやかく言われそうじゃないんだよ。私、穴子飯で。はい、穴子飯、ありがとうございます。それに、じいさんの遺産入るみたいだけど、きっとあんた堕落すると思うな。あんたってさ、すいません、私も穴子飯で。はい、穴子飯で、ありがとう。遺産が入ったって俺変わる男じゃないよ。金が入ったからって言って俺変わる男じゃないからね。すいません、セットのお蕎麦は温かいのと冷たいのが選べますが。温かいので。はい、温かいので。俺金入ったって一切やっぱ穴子飯で。穴子飯で、ありがとうございます。それではご注文繰り返します。穴子飯と穴子飯と穴子飯、以上でよろしいですか？この後はお母さんの言ったことは見事に的中して、遺産の入ったお父さんは仕事に行かなくなった。一体いくらお金が入ったのかは教えてくれないが、こういう人が手にしちゃいけない金額だってことは分かった。ねえお父さん、うん、仕事しないの？うん、するよ。ねえ、お金入ったのいいけどさ、なんか仕事しないとさ。前の仕事だって今から戻れるじゃん。でもさ、俺もだっていろいろ考えてんだからさ、お前、うさいよ。何やんの？まあ、それは近日発表しますから。マミちゃんさ、ちょっと俺の胸筋触ってみてくれる？え？ちょっと触ってみて。うん。あ、はい。動いてない？あ、ビクンビクンしますね。力仕事やってるから。かっこいいですね。あ、そう。マミちゃんは動いたりしないの？動かない。あ、そうなんだ。
ただいま。うん、おかえり。何作ってるの？ん？これ今ね、コーヒーを自家焙煎してます。ほう、なんでそんな急に？ん？あのさ、お父さん喫茶店をやることにしました。自分で店開いたりすること？なんかよくね。てかちょっと待って、お父さんってさ飲食の経験とかあるっけ？ん？別にないけど。そうだよね、そうだよね。いや、そんなね簡単じゃないと思うよ。うん、簡単じゃないと思うけど、やっぱやる価値あると思うんだよね。いや、価値がどうとかじゃなくて、そんな具体的なプランとかあんの？そんなのこれから詰めていけばいいじゃん。甘いと思うけど。俺頑張るよ。じゃあ何を具体的に頑張るのね、お父さん。ね、何何よ。もううっさいね。分かったよ。お前さ、うっさい。うっさい。その後、忠告も聞かずお父さんは喫茶店を開く準備を始めた。といっても、必要な資格は食品衛生責任者資格？うん、というのだけらしく、誰でも6時間講習を聞いてるだけで取れるみたい。まあ、特に試験もなく、とりあえず座って聞いてたら資格を取れるって大丈夫なんだろうか、このシステム。ねえねえってば、どう思う？いいんじゃない、別にやってみれば。喫茶店だよ。食べ物作って出したりするんだよ。絶対無理でしょ。そう、意外とできちゃったりするんじゃないの？ひと事だと思って何も考えてないでしょ。ひと事だとは思ってないけど。カフェでしょ？ねえ、そうかな。ねえ、今度からさ、さきこの家に泊まろうよ。あ、もう店始まってんの？いや、でもまだ工事中らしいんだけど、顔出さないといけないんだよね。そうなんだ。え、お店ってさ、スタバみたいな感じ？あ、でもまあそんな感じ目指してるんだけど、まあ、そこまでいかないかな。へえ。
どうせならさ、可愛い店にしたいよね。いやあ、どうです、もうちょっとずらしてもらう、もうちょっとこう上に上げますか。いやいいんじゃないですかねえ、父さ ん, んおぉ、どうよ、だいぶ店らしくなってきたろ。何これ、ん、おぉ、看板。いや、看板はわかるけどさ、てか何この純喫茶磯辺って。あ、やっぱさ、シンプルな方がいいかなと思って、ほら、さっきがいろいろ横文字のなんちゃらかんちゃら考えてくれたじゃん。でも最終的にはシンプルに限るなと思ってこっちに変えちゃった。なんで勝手に変えんの。てかさ、シンプルってさ、これめちゃくちゃ主張強いよ。まあ、こういう方が後々飽きないんだって。飽きないものにもこれ最初から受け付けないから。受け付けねってなんだよお前は。ねえ、変えてよ。いいじゃんこれでさ。めっちゃダサいから。ダサくないってね。やだよもう。よろしいでしょうかね。さ、前のに変えてよ。うるさいよお前は、どきなさいよ。チラみたいなのついてるし、カウンター表柄かよ。ないわ。なんでゲーム機とか置くかな。え、ちょ、ミラーボール。え、カラオケ。どうぞどうぞ。あのバイトの面接に来た江頭ですけど。ダメだ、マジ終わってる。こじて、うう、あ、なに、お風呂開いてんだ、やった。線抜いちゃったよ。でちょ、見ないでくれる。入りたかったら沸かせばいいじゃん、早く。何か、何これ、持ってけ、オリジナルストラップ。うん、俺も。はい。これ何これ、いいだろ、開店記念に作ったんだよ。あ、そうだ、ほら、いっぱい作ったからよ、友達に持ってけ。いいよ、いらないよ。持ってけよ。こんなんダサくてつけらんないって。バカ、お前がやれなくたって友達がいるかもしれないんだから持ってきなさいよ。だからいらない。じゃあ、遅刻しちゃうから。おい、明日オープンだから日曜日なんだし、手伝えよ。分かった。オープンにしたよ。いいぞ。なんだろうな、すっごい充実感。あ、そうだ、客いっぱいになる前にさ、はい、記念に写メ撮っとこうよ、ね。あ、いいですね。ね、いい、さっきこちゃんも。なんだ、ほら、せっかくだけど、ね、ほら、はい、行きますよ。記念だから。はい、あ、これ逆光だわ。
逆向きがいいわ。あ、そう。あ、ごめんなさい。うん。食いって。できますよ。あ、ちょっとなんか。あ、じゃあ、行きまーす。はい。1、2、3、はい。はい、いいですね。いけた。あ、じゃあ、サイズ詰めてもう一枚。あ、アップね。はい。はい。いらっしゃい。お好きなお席どうぞ。あ、さきこちゃん。はい。お水、はい、あのバイトしたいんですけど。あ、バイト、あのうちバイト募集やってないんだけど。あ、じゃあ失礼します。じゃあ、取ります？あー、そうね。お父さん、電光掲示板、バイト募集になってる。嘘、本当に？え、これ、何？どれをどうするこれ？ここの、すぐ後ろに。ちょっと、開くとこないんだもん、蓋なんて。なんでこそ？どういうの？ネジ閉まってるの？そこ、え、だってそれしか買える。いや、押すところは分かってんだけどさ、その蓋がないんだから。お父さん、間違ってる。何が？おいしいコーヒーがおいにいコーヒーになってる。嘘。あ、本当だ。臭そうだね。てかさ、客来なさすぎじゃね？まあ、初日なんだし、こんなもんじゃない？表のプレート、クローズになってないかな？なってないよ。見てきてよ。なってないって。最初のお客さんにはサービスすんだけどな。あ、記念に写真撮ります？いいね。こう、お客様第一号ってこう額縁にこうさ、写真でこうデーンとさそしたら分かった、押し付け野郎だな。いつまで喋ってんだよ。分かったよ。いらっしゃい。切るぞ、切るかんな。じゃあな。おう、すいません。よし、やるやると決めたぞ。だからやばいからやめようって。やるって言ったらやるんだよ。やばいっつってんだろ。分かんねえのか、それがよ。バカじゃねえの。悪かったな。コーヒー二つ。あ、俺ビール。あ、あのお酒はちょっと扱ってないんですけど。じゃあな、ホットミルク。はい。お酒はちょっと扱ってば、ビールねえんだよ。あ、記念写真撮ります。元交渉か。じゃあ行ってきますね。他に何か買ってくるものあります？大丈夫。大丈夫ですか、うん、あ、じゃあ行ってきます。お願いします。いらっしゃい。どうぞ。あ、アイスコーヒーください。アイスコーヒー、はい。いや、あの、これどうぞ。え、記念品。あ、
ありがとうございます。アイスコーヒーです。え、あの多分余ると思うんで、友達にでもどうぞ。はあ、ありがとうございます。はい、あのここってバイトの募集とかしてないですか？はあ、あの娘の咲子、あの今日からバイトに入った もっこさん、うん、あの菅原もと子です。あ、どうも。なんだよ、何してんの。もう破れるから。待ってよ。引っ張るなって。若い、行くからよ。してんだよ。どういうこと。何が。何なのあの人。だから新しいバイトのことだっつってんだろうが。エプロンしてりゃ分かるわよ。ねえ、何お客も来ないのにバイト増やしてんの。いろいろあんだよ、こっちだっていろいろ計算してやってんだからさ。絶対嘘。マジ下心顔に出てるから。お前バカじゃねえか。そんなんじゃねえよお前。こつくの知らないから。もう知らなくて結構だ。ええー、でも見えないですけどね。ああ、うん、まあでもずっと気にしてたんで、うん、まあしょうがないかな。うん、あ、そうなの。すごい。いやだ、もう。そうなんですか。え、何、何、何。あの、うん、もっこさん、このバイトで貯めたお金で、うん、こう無駄毛の永久脱毛するらしいんですよ。え、え、そうなんですよ。そうなん。私結構毛深くて、もうなんか何とかしたいなと思って。濃いんだ。見えないの。いや、ボボボですよ。え、ボ、ボボ。すごい。ど、え、どの辺。変がボーボーなの。え、下半身。あ、すごいですよ。もう見たら引きますよ。あ、でも俺は別に引かないけどね。いやでも、あのお腹の方までボワーって。あ、でも逆に落ち着くかな。引く。嘘、俺落ち着くけどね。いや女性としてって話ですよ。だ、私ちゃんと。数日後、私は夏休みに入った。そしてこれといってやることもないし、お店の手伝いをしている。あの、はい、はい、マイルドセブンありますか？はい、マイルドセブン。はい、マイルドセブンです。マイルドセブン220円でしょ。はい、はい、はい、はい。
いいです。ごちそうさまでした。何ですか？うん、まあ、あれなんだけど、うん、ちょっと何ですか？ほら、あの、うちってさ、はい、時給800円じゃない？はい。うん、でね、あのね、はい、今日の広告見たんだけど、これ見てくれる？はあ、同じ喫茶店で時給950円なのね、うん、条件もすごくいいと思うんだけどね。え、うん、ほら、江頭さんってもう30過ぎてるわけじゃない？いや、まだ26。だからその人に800円ってのはずっと気になってたんだよ。800円ってのはどうなんだろうっていうのがあってさ。いや、でも私気にしないですけど、うん、でもさ、うん、150円つったってチリも積もればなんてあってさ、うん、もしかして私辞めた方がいい感じですか？いや、そう、辞めた方がいいとかそういうこと言ってるわけじゃなくて、あのほら、うち的に本当問題ないんだけど、江頭さん的には問題あるんだろうがって話で、江頭さんどうしたの？うん、なんか辞めるって。え？なんで？なんか駅前にもっと時給のいいとこ見つけたっつって、950円もらえるんですっつって。へえ、そうなの。うん、いいな、950円。え？ですか？うん、知り合いの木内ってやつが印刷やってて、そいつに頼んでチョロチョロってやってもらった。へえ。これってどうするんですか？なんか配りに行ったりするんですか？うん、でさ、悪いんだけど駅前に行って配ってきてもらっていい？え、今から？あ、まあ別に構わないですけど。本当に？あ、サイコ、どうせさ、そんな急に客も来ないだろうから、あの、お前も行ってきて二人でこうパパッと配っちゃって。そういうの苦手なんだけど。いいじゃん、やってみようよ、ね。うん、じゃあ、さきこちゃんここお願いしていい？私、南口で配るから。え、一緒にやんないの？うん、せっかくだし、ほら、別れてやった方が効率いいでしょ。まあまあ、じゃあ私行くから。Gracias.
しゃ。あ、見た見て。いや別にさ、見せるほどでもないし。なんでよ、いいじゃん、見せてよ。持ってんでしょ。今度。なんでよ、いいじゃん。いいじゃん。ねえ、めっちゃだけ見ててよ。いいじゃん。もう同じやつじゃない？もう同じじゃん、色とか。あの、見せて見せて。純喫茶磯辺で読み方合ってんの？多分。え？多分って？自分のうちの店でしょ？うん。ああ。今何時？今？11時25分。あ、じゃあ行かなきゃ。あ？じゃあね。ただいま。うん。あ、どう？配ってきた？なんで？意味ないと思う。意味ないことないっしょ。だってどうせさ、読まずに捨てられるんだし、なんか他の方法考えた方がいいんじゃないの？よく言っても。やっぱそうか。何？いや俺もさ、こう客呼ぶのになんかパンチが効いてないっつうか、服が足んないっつうかさ。でね、でね、うん、すいません。何それ？ん？これなんだけど。これをね、このうちの制服に採用してみちゃおうかななんて。どう？バカじゃないの？なんで？ほら、よく見たら可愛いでしょ？全然可愛くないでしょ。てかさ、普通娘にこんな格好させる親いる？バカじゃん、絶対嫌だからね。てかさ、こんな格好できる人絶対ないっしょ。どうですか？あ、咲子ちゃんお帰り。すげえ、何？すげえ似合ってる。本当ですか？うわすごいすごいすごい、うわすごい、うわすげえ似合ってる、かっけね。あ、咲子ちゃんも着替えてくれば。へえ、なんで？なんでって。あ、じゃあ私呼び込みしてきます。呼び込み？なんだか無性に腹が立ってしまって、何なんだろう。バカのお父さんとか尻の軽いモッコンなのか、なんか違う気がして。数日後、軽蔑していたモッコの行動は意外にも効果があって、店は普通の喫茶店のような姿になっていた。レモンティーを。
それ4番さんのアイスコーヒーね。はいはいはい。お待たせしました、アイスコーヒーです。ありがとう。 あれひょっとして九州の人？あ、いえ、ここです。僕、熊本なの。熊本といってもほとんど福岡に近い県境なんだけど。 あ、そっか、ご両親が九州の人なんだ。あ、いえ、ここです。私、なまってます？うん、全然。熊本行ったことある？あ、ないです。すみません、トイレはどこですか？ねえ、マスター、ここって最近オープンしたっけ？マスター、こっちなんですけど。あ、いや、失礼。いやね、こっちの方の方が感覚あるからね。ねえ、じゃあね、じゃあトーストセットでいいや。トーストセットですね、かしこまりました。あれ、君はいくつなわけ？年？26ですが。え、ほんと？大人っぽいよね。そうですか。うん、うん、大人っぽいよ。すごく綺麗だし。え、あ、じゃあ俺いくつに見える？46。おいしい。45。うん、あれ、年20いくつだ？6だ、26。大人っぽいよね、綺麗だし。はあ、あれ、注文何でしたっけ？あの、すいません、水お願いします。あ、はい。どういたしまして。それじゃあ、お疲れ様でした。あ、お疲れ様です。あ、ちょっと、あ、腹減ってない？あ、特に。え、お腹すきました？さっき食べたじゃないですか。あ、減ってない。うん、減ってない。じゃあ、また明日。ああ、え、飲みます？まあ、終電まで1時間ちょっとしかないですけど、それでよければ。ああ、いいね、いいね。うん、飲もう、飲もうよ。あ、シームスターは一応いらっしゃいませ。2名様、はい、こちらどうぞ。いいよ、いいよ、いらっしゃいませ。とりあえずビール。ビール。あ、じゃあ私もとりあえずビールで。はい、ビール2升です。あ、疲れた。あ、何ですか？あ、うん、疲れたね。26歳って言うと、その友達とかね、周りのね、
結婚とかやっぱりしてるのでしょ。どうなんだろう、私あんま友達いないんで、まああれなんですけど。そうなんだ。じゃあさ、目標的にはその将来的にその結婚とかね、その結婚しようと思ってる相手みたいな彼氏とかいたりするわけ？結婚はないっす。ん、彼氏は？あ、彼氏もいないっす。いないんだ。なんで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 ？いや、なんでって言われても。あ、じゃあさ、じゃあさ、その最高ね、最高その年がこのどれぐらいまでが OK というか、まあちなみにもう俺はほら話さえやっぱ、まあ、年齢は全然気にしない方なんだけど。うん、いやどうだろう。別に、ま、別にって感じじゃないですかね、年に関しては。別になんだ。あ、そうなんだ。おはようございます。三平食品です。じじ、マスターこっちだから。ああ、すみません。あの冷凍ピラフと冷凍。適当に裏を置いといて。あ、はいはい。あ、すみません。水いただけますか。はい。ありがとう。あ、すいません。全然大丈夫。ごめんなさい。あ、原稿濡れてないですか。濡れてない。大丈夫だよ。それって小説かなんかですか。え、あ、すいません。あ、いや、まあ小説って言えば小説だけど、そんな大したもんじゃないですよ。すごいですね。全然。あ、すいません、なんか書斎代わりに使ってしまって。あ、いえ、全然。何時間でもごゆっくり。ありがとう。あの、僕は家だとなんか筆が進まなくて、ここってなんか落ち着くんですよね。本当ですか。あ、ごめん。はい、もしもし、安田ですけれども。ああ、はい。あ、はい、わかりました。はい、失礼いたします。あの野郎は一日何回水をおかわりすれば気が済むんだ。別にいいじゃん、たとえコーヒー一杯でもさ、お客様は大事にしないと。そりゃそうなんだけどさ、なんだかな、生理的にダメだな。何言ってんの、あの人すごいんだよ、小説家の先生だなって。小説家、ほんとけ。あ、気をつけろよ、あいつ絶対ロリコンだぞ。は、頭おかしいんじゃん。バカ、俺は一目見ればそいつがどんなやつか大体わかんだよ。あいつは絶対ロリコンクソ野郎だ。何言ってんの、死んでよ。やだ。すいません、空いたお皿お下げします。あ、はい。あ、はい。あれですか、出身九州？いえ、北海道です。真逆だ。ええ、あれなんだけど、僕、熊本なんだけど、熊本といっても福岡に。そうなんですか。じゃあ、
からそれは無理です。やめて、やだ、黙らそうそうすげえ。どうも。おいおい、どうした、大丈夫、大丈夫、うん、あれ右足どうした？あれどこで？本当だ、店？タクシーじゃなくて？あ、じゃないや、わかんない。わかんない、今日そんな飲んだっけ？いやあれじゃないっすかね、今日生理だから、うん、だあれ、まあ、あれなんじゃないっすかね。生理とか関係あるんだ？いや、わかんないっす、うん、そこ段あるよ、うん、あ、危ない、大丈夫、部屋大丈夫です。いやありがとうございました。なんかすみません、酔っ払っちゃって。あ、いいの、いいの、大丈夫ね。はい、本当すみません。じゃあお疲れした。はい、じゃあ、じゃあ、ういっす。ういっす。おお、どうした。いや、なんかすみません。どうも、酔っ払うと、なんかあれなんですよね。おお、そうか。うん。じゃあ、お疲れっす。おお。お、そう。ございます。え？なんすか？あ、いや。え？なんすか、なんすか。別に。え？ちょっと、なんか、なんすか？なんすかって、逆になんすか？え？いや、ちょっと、なんか、おかしくないですか？うん、おかしくはないよ。うん、全然普通。あのさ、もっこ、もし暇だったら、今晩また…すいません。あ、はい。あ、お水もら…ありがとう。順調ですか？あ、まあ、なんとか。あの、もしよかったら今度何書いてるか教えてもらえませんか？いや、そんな自慢できるようなあれじゃないですよ。あの、え、まあちょっと恥ずかしいんですけど、今登場人物に女子高生が出てくる話を書いてるんですけど、なんかこうリアリティがないっていうか、ちょっと行き詰まってしまっていて、もしよかったら今度読んでもらえないですか？え、私でいいんですか？え、もちろん読んでもらって、別にどんな子でもいいんで、本当の女子高生が読んだらどう思うのか、まあそれだけでいいんで。ぜひお願いします。
じゃあ頑張ってください。これどうぞ。あ、どうも。ねえ、さっきのさ、失礼なんじゃないの。バカ、お前コーヒー一杯で手間かけさせるあっちの方がよっぽど失礼だっつんだよ、うん、てかさ、お前あいつとあんま長くすんじゃねえぞ。うるさいよ。うるさくねえよ。あん、ほら、もこは捕まってるよ。マンゴー、これマンゴー。ちょっと、ちょっと、大丈夫、すみません、ごめんなさい、大丈夫、うん、すみません、大丈夫。ああいう時、断ってくれていいから。あ、そうなんですか。知って言った方がいい。なあ、さっき何、もしもね、かなりもしもの話なんだけど。何、俺がさ、再婚するなんてことになったら、ね、どんな感じ。どんな感じって、別にお好きにって感じ。なるほどね。じゃあさ、例えばなんだけど。例えばだけど、うん、もっこみたいなバカっぽい女だけは家族になりたくない。申し訳ない、水分待ちましたよね。あ、全然大丈夫です、はい、あ、お店大丈夫なんですか、休んじゃって。あ、休む、別に忙しくないし大丈夫です。そうなんですか、はい、あ、じゃあちょっと歩きますが、こっちです。適当にくつろいでください。あ、飲み物お茶でいいですか。あ、ありがとうございます。いや、でも緊張するな。まだ担当にも読ませてないんですよ。え、本当ですか。楽しみです。あ、ちょっとごめん。はい、もしもし、安田ですけれども。ああ、どうも、お世話になっております。はい、ああ、なるほど。はい、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 そういうことですよね。はい、はい、そうですね、はい、いいと思います、はい。
はい。ああ、そうですね。はい。はいはい。はい。あ、なるほど。そうですね。あ、いいですね、それは。はい。はい。はい。そういうのですね。はい。はい。了解しました。はい。それじゃあ、はい、失礼します。ごめんね。どうかした？あ、いえ。編集部の人なんだけど、なんかいろいろ細かいんだよね。そうなんですか。あ、パソコン開くね。どうしよっかな。どうしたの？あ、ちょっと今日は帰ろっかなって思って。なんで？あ、なんかお店の方が心配になっちゃって。じゃあ帰るの？あ、はい。あの、また次回読ませていただいて。え？なんで？はい。でも。え？まあちょっと座んなよ。いや、でも本当にすいません。また来ますんで。ちょ待ってよ。本当すいません。すいませんじゃなくてさ、お父さんがあれなんで。あの、腕話してもらえますか？本当ごめんなさい。もしもし。おお、何？どうした？いや、何？あれなんだけど、何時に帰ってくんの？え？いや、今ちょっとな。うん。あ、なんでもない。じゃあ。ねえ、みーちゃん、これ前より値上がりしてない？あ？アメリカンコーヒー、400円じゃなかった？あ、ね、本当だ。そうでしょ。ところどころ値上がりしてね。ところどころ、あ、本当、ゲーティーもだ、ケーキセットも。佐々木君に聞いて、佐々木君。知らないですよ、佐々木君。300円のお返しです。ごちそうさま。
おお、え、どうしたの。いや、どうしたじゃなくて、お前電話出ろよ。あ、本当電話した。いや、ずっと前から何度もしてんだろ。あ、そうなんだ。いや、ほら、私履歴とか見ないし。お前ふざけんなよ。あのさ、ちょっと話あんだけど。あ、いや、いいです、話とか。は？いや、ちょ、話ってなんだよ。いや、ほら、私たちって別に今はもう何でもないわけだし、なんだろう、話とかって別にいいかなみたいな。いや、何でもないって言ったらそうかもだけど、だから俺はそこら辺をちゃんともう一度話したいわけで。うん、でも大丈夫です。もうちょ、待てよ、待て。あのさ、ちょっともうあれなんで、ごめんね。私もう時間ないからさ。うん、おめえ、おい、ね、ふざけんなよ。マジでムカつくんだよ。おめえあれだよ、本当どこに行っても相手にされねえよ。なんでそんなこと言われなきゃなんだよ。マジでお前終わってるよ。お前ってさ、ちゃんと人と向き合うことできねえだろ。は？できるよ。絶対できねえ。お前人の気持ちとかわかんねえもんな。そんなことない。でも、あれだよ、今すごいうまくやってるからいいの。今すごいうまくやってるし、楽しいし、とにかく今やっとうまくいってるんだから。そうやって女殴るような人にいろいろ言われても困る。お前みたいなバカじゃ絶対そこでもうまくいかねえよ。そんなことないもん。なんでそんなこと言うの。どうしたの？てか、なんでここ知ってんの？まあ、スナックの人に聞いてさ。あ、そっか。まあ、じゃあ、上がって。じゃあ、あれだ。お店の人からいろいろ聞いてんだ。まあ、多少はね。あ、お父さんには私が離婚してまた一人暮らししてるって内緒にしといて。あ、もしかしてもう言っちゃった？言ってない。なんか食べる？ああ、大丈夫。うん、じゃあなんか飲み物あったっけな。ねえ、お母さん、いつから一人暮らししてんの？4年前。もう4年前からかな。言ってくれればしょっちゅう遊び来たのに。いやさ、なんかあれじゃない。あ、本当お父さん言わないで。言わないよ。お母さん、ん？一人で寂しくないの？別に気楽なもんだよ。ねえ、ん？あのさ、もう一度三人で暮らしたりってあれかな、ダメなのかな。
じゃあとりあえずビール。とりあえずビール。デフィニッシュです。とりあえずビール。とりあえずビール。It's right in the heart of Tokyo. はい。You just go and you don't know. It doesn't cost anything. It's not. It's more for the mood. いらっしゃいませ。あ、さきこちゃん。おう、さきこ。どうした？あ、いや、ちょっとお腹すいたから焼き鳥でも食べようかなって。うん、そっか。ウーロン茶でいいな。すいません、ウーロン茶一つ。はい。どうしたの、そこ。ああ、これ、昨日家帰ったら元彼が現れていきなりガンって。かわいそうだろ。考えられないけどね、女に手を挙げるなんてひどいよね。いやーまああれじゃないですか、いろいろほら気に入らなかったんじゃないですかね、うん、やっぱさ警察とかに届けた方がよくない？いや別にいいっすよ。あ、私の行いにもまあ問題があったでしょうし。そうかな、もっこ悪くないと思うんだけどな。いやどうすかね、だって私って付き合った彼氏に毎回殴られてますよ。マジで？うん、まあ殴られる原因が私にいっぱいあるんですけど。信じらんないな。もっこになら優しくするけどな。本当ですか？優しくされたいっすよ。でも私ってマスターが思ってるほどいい女じゃないですから。それ言うんだったら俺なんてほんとダメ男。お待たせした、ウーロン茶です。あ、じゃあ乾杯しよっか。うん、そうね。乾杯。ちょっと音入れて。お前もう遅いからさ、パパッと食べて、もうあれしろよな。あ、そうだ、焼き鳥頼もうか。ここのすごい美味しいよ。いい、別にお腹空いてないし。あの、咲子ちゃんって男の子に殴られたことある？あるわけないじゃん。あ、まあそうだよね。あ、咲子ちゃんってあの彼氏とか好きな人とかいるの？別に。あ、そう。あ、でもほら、あのよくお店に来る安田さんだっけ、あの小説家の、あの人のこと結構気に入ってない？いや、なんか いい感じかなって思ったんだけど。何を、何言ってんの。あ、いや、あのさ、ん、うん、え、何。ああ、お父さんとさ、なんかあんまいい関係にならないでほしいんだ。え、何いい関係って。いやもうだって別に全然何にもないよ。え、ちょっとやだ。いや全然本当あれだよ。いやだって私なんてさ、お父さんからしたら全然子供だし。いやだってお父さんが。うるせえよ。あれだ、彼氏がさ殴る気持ちすごいわかる。もっこさんってさ人の気持ちさ全然わかんないでしょ。ねえ、やっぱささっきの話なんだけど、もっこは俺いい女だと思うけどね。それに比べて俺なんか本当ダメ人間、ダメ男。そんな私のこと知ったら引くことばっかですよ。引けねえよ、引けないよ。
じゃあ教えてよ。いや、私なんか最低ですよ。何が？何が最低か教えて。じゃあ、お客で小沢さんっているじゃないですか。小沢？セクハラばっかりしてくる変な親父？あの人とこの間やっちゃいました。ん？やっちゃったんです。あ、やっぱ引いてますね。いや、そんな深い関係とは知らなかったから。いや、全然深くないですよ、小沢さんとは。なんか誘われてなんとなく断れなかったっていうか。そう。いや、誘われると断れないっていうかダメだなと思ってるんですけど、まあやりまんなんでね、最低なんですよ。とりあえずビール。とりあえずビール。とりあえずフロンハイ。とりあえずシメサバ。はい。何かいりますか。だから聞いたら引くって言ったじゃないですか。いや、引いてはいないよ。だから私なんかと付き合うなんて最低ですよね。私がお母さんになんかなったりとか想像するだけで気分悪いよね。あ、終電あれだ、先帰ります。ありがとうございました。トイレ行ってくるわ。近いな、トイレ。どうしたね。最近あのロリコン野郎現れねえな。ああ、アイスティーお願いします。どうしたの？てか、なんでここ知ってんの？え？おいよ、ほら、これ。あ、じゃあ、どうぞ。なんか変わった感じだね。あ、ちょっとダサいよね。うん。あ、まあ、大丈夫。あ、何飲む？キャラメルマキアート。あ、ない。あ、そう。あれ、ひょっとして咲子のお父さん？あ、まあ、そう。え、ちょ、何あの人、あれ私服？いや、すいません、制服。え、じゃあ何、咲子もあれ着たりする？着ないよ。厳しいね。そう。何あれ、手作り？いや、手作りじゃない。でも、何か売ってるんだね、そういう服まで。あ、よ、制服ですか？制服です。近くに住んでるんですか？近くに住んでるんですか？近くに住んでる。じゃあ私、アイスティーでいいや。あ、私も。わかった。
でね、さっきの話の続きなんだけど、アイチ2つ。見て、あゆみが隣のクラスの。父さん。なあ。で、そこで見えないところで。もうすみません、学さん。え、何？店内でそういうの勘弁してもらっていいですか？はいはい、了解。え？え、何？いや、別に。あ、そう。ちょ、マスター。え、何？うん、別に。ち、何？何も。だったらち、どっか行ってよ。で、お前何すんだよ。大丈夫。あ、もしかして九州の人？あ、違う。俺はポルトガル人です。僕、熊本。熊本！親戚、警察いるんだからな。松戸にいるぞ、松戸に。すいません、ちょっと署までよろしいですか？あ、こっちこっち。こっちです。あ、ごめんなさい。すいません、じゃあちょっといいですかね。ごめんなさいね。大丈夫？大丈夫です。サイコ、店閉めちゃっていいから。あ、うん、あの、私この店もうやめますね。うん、うん、そうしてくれる？ねえ、明日シチューにしようよ。うん、シチューね。シチューか。で、何？苦手だったっけ？そうじゃないけどさ、なんかあんた
最近来すぎじゃない？お父さん何か言わないの？別に最近口聞いてないです。でもさ、あの人もあの人なりに頑張ってんだろうから仲良くやんなさい。何よ。いやさ、お母さんが良かったなと思って。そんなこと言ったってしょうがないじゃない。なんで？そんなの無理よ。なんで無理なの？え、だってなんで。だってなの？ほら、あの人しつこいから。その時は私もぶつかったんだよ、咲子引き取りたいって。でもあの人、咲子だけは譲らないって言って。そりゃもうあれやったんだから。そんな関係ないじゃん。お母さんがよかったよ。でも結局ああ見えてあの人の方があんたのことちゃんと考えてんなって思っちゃったんだよね。お母さんはお父さんのこと嫌いじゃないの？いや、そりゃあいろいろとお互いに埋まらないズレがあって。でも別に憎み合ってるわけじゃないし、お母さんだってお父さんには幸せになってほしいなって思ってるよ。そっか。あの人もさ、いい加減でむちゃくちゃなことばっかりやってるけど、私はそれでもいいと思うんだよね。でもなんだろう、度が過ぎてるっていうか子供っぽいっていうかさ。 いいじゃない別に。下手に大人ぶってつまんないやつより全然いいでしょ。あれだよ咲子、大人だっていつまでも青春したいって思ってるし、いろいろ挑戦したいし、恋もしたいなって思ってんだよ。咲子と変わんないんだって。だっていやいやいや、私だって今あれだよ、9つも下の男の人とちょっといい感じになってんだから。ちょっとそれってすごいでしょ。お父さんみたい。ちょっとあの人と一緒にしないでくれる？とにかくこっちはこっちでうまくやってんだから、あんたもあまりこっち来ないでお父さんとうまくやんなさい。始まったんだ。なんかあった？あ、じゃあ別に大丈夫。ああ、で？あ、お店どう？いや、どうって別に普通。そっか。あ、お父さんなんか言ってた？もっこさんのこと？とかいろいろ。いや特に何も。あ、そうか。それだけ？あ、いや、あのいろいろと迷惑かけちゃって。ごめんね。いや、今日の夜北海道にね、あ、
実家北海道なんだけど、あれ話して。知ってる知ってる。あの北海道の実家に帰るんだ。帰る前にこれお父さんに渡してもらえるかな。うん。でも帰るってこの間のがあれなわけ。いや別にそれだけじゃなくて、なんかいろいろしんどくなっちゃって。あとこれ。何これ。実はバイト始めた頃レジから盗んだんだよね。え、最低だよね。ごめん。3000円ってせこくない。いや、あまりに入ってないからさ、それ以上取るとバレバレじゃん。まあ、そりゃそうだ。これ、もしよかったら使ってください。どうも。ガリ、どうしたんですか。今日は手伝ってくれるんですか。うん、まあ。ね。さっきモッコに会ったよ。うん、そう。で、これ渡しといてって、うん、読まないの。うん、今仕事中でしょ。そっか。いや、でもあれ、今日北海道に帰るってよ。そうなんだ。夜の8時に出るって。そっかそっか。読まないの。後で読むよ。またでつけなきゃいけなくて、そしたら手がずっとキムチ臭いから。キムチ？いいんじゃない？舐めてあげようか。ダメ？ダメ？ほら、わかんない。いや！何何？ついでにちょっとしちゃおうかなと思って。なんだ。あとで洗っちゃうよね。あ、お父さん。何？やっぱいいや。なんで？いやさ、うん。もっこのことは、いいの。何が？お店なら私見てるし、別にもっこのとこに行きたければだけど。行かないよ。あのさ、なんか勘違いしてるかもしれないけど、俺もっこと何もないからな。マスター、ちょ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 、来て。何何、どうしたの。え、何、今届いたんだけど。何何何、うん、何これこれ。なんか怖くない、これ。すごくない。何、どの角度、これ怖いね。
つももっこはこんなの進んでやってたんだ。私もっこにひどいこと言って謝ってない。結局お父さんはモッコに会えないで帰ってきたみたい。本人はちょっとタバコ買いに行ってただけって苦しい嘘ついてたけど、私に痛くてやばいんだって。うっそ、痛い痛い、やばくないの？全然やばくない。なんで？なんか運動してないから。運動してないから。それ関係ない
ないでしょ。むしろ運動してるの。どら焼きあんだけど食べない、うん、ねえ見てほらすごい大きくない？半分ですね。あのさ、え、北海道帰ったんだよね。え、あ、うん、あでもなんでこっちでパチンコやってんの？あそうそう、あの日チケットに手違いがあって、じゃあ明日でいいやとか思ってたらなんかダラダラ行かない感じになっちゃって、うん、え、でもいや、このお腹は何？あ、これ、そうそう、あれ、そのチケットのことでいろいろやり取りしてた JR の人がさ、なんかすっごい優しくて、うん、なんかうまく気が合っちゃって。え、それは結婚するの？あ、うん、席はまだなんだけど、うん、今一緒に暮らしてて、もうすぐ入れんじゃないかな。うん。ああ、お店どう？うまくいってる？ああ、もう適当にね。あ、今ね、バイトでポルトガル人がね、バイトしてる。あ、ほんと？うん。あの、お父さんは元気してる？うわ、あの人は相変わらず適当にね。そっか、うん、じゃあそろそろ店の手伝いしなきゃいけないから。あのお父さんによろしくね。うん。あ、ごめん、やっぱあの私に会ったこと内緒にしといて。ああ、分かった。あ、どら焼き持ってく？ああ、いい。お腹の中の赤ちゃん元気に育てたらいいね。うん、ありがとう。あ、でもあんまパチンコへやめといた方がいいんじゃない？うん、そうだね。じゃあ。こんにちは。こんにちは。本当はあのバタバタの後少しして店は潰れた。まあ経営にも無理があったし、正直人様に出せるようなものも出してなかったし、本当いい加減。まあ早めに気づいてくれただけよかったんだけど、それに恥ず
ずかしいお店なくなって本当に良かった。本当に水いただけますか。お好きなお席どうぞ。さきこちゃん、はい、お水。バカじゃねえか、そんなんじゃねえよお前。知らないから。僕は知らなくて結構だ。本当ですか。うわすごいすごいすごい、うわすごい。何この純喫茶磯部って。おい、何してるの。お父様です。よう、なに、なに、嘘、泣いてた。泣いてないよ。泣いてたでしょ。泣いてない。じゃ何してたの。いや、別に、うん、あ、さっき駅前で、うん、あ、やっぱなんでもない、ごめん。なんだよ、言えよ。いや、やだよ。何でもない、何でもない。お前が言い始めたから言えよ。ダメ、俺、ダメ、それ。しつこい、しつこい。いや、気になるんだって。何でもないから。気になるから言えて。しつこいよ。俺、一日ダメになるから。いいから、しつこいって。マジで、ダメだって。やだ、言えって、お前。おい、待てって。やっばっ、言うな。ごめんなさい、ごめんなさい。おい、ちょっと待て、止まれって。ダメだって。気になるんだからさ。やだよ。わった。何、もう聞かない。いや、もう聞かないからさ、聞かないから、一つ教えてほしいのは、一つ教えてほしいことは、あのは、シュートがしたことある。はっ、マジじゃない。てこ、今空高く、エアライン、私は